よし。確かにあんたの言う通りなんだ。だけどさ、よく考えた方が。どうしたの？おめえは本物のキサラギじゃねえ。俺が頭で作った幻だ。突然何を言い出すのよ。頭大丈夫？何か悪いものでも拾って食べた？もう俺に喋りかけんな。どうしたのよ。私なんか気に障ること言った？ねえ、無視しないでくれる？尾形君。これも俺が作り出したのか。ん？冬坂はよく知らねえもんな。だから保険の先行と混じって見えたのか。おい冬坂、沖野はどこへ行った？沖野？誰？はあ、珍しいね、伊織。これが、うさみちゃん。あいつの言ってた大将か。伊織の家、こっちじゃないよ。ちょっとね。比べ。やあ、君か。おめえ確か、電車通学じゃないよな。そうだったかな。でも電車ぐらい乗るさ、何もおかしくはない。おめえ鍵を持ってねえか？何の鍵？怪獣に命令するための鍵だ。怪獣に命令？おかしいか。ずいぶん子供じみた遊びだ。おかしいよな、おめえが好きそうな話題なんだが。残念だけど電車が来たので、これ以上君の話には付き合えないな。ちょっと電車違うよ。ついてきたのか。どうして逃げるんだ？あ、この電車は違うだろ、尾形年次。どれに乗っても結果は同じだ。怪獣にやられる。だろうな。てめえは比べじゃねえ。やれやれ、記録の隠し方がずさんだったな。本人に掘り起こされるとは。てめえ誰だ？消えた。あっ、後ろにいるの南じゃねえか。しかも持ってんのは。なぜだかわかるぜ、そいつが鍵だ。君はこれがどういうコードか知ってて探し出したのか？鍵が何か理解しないで無闇に知ろうとするな。その鍵は怪獣を操るプログラムだ。南夏野がその鍵の所持者だ。それを知って彼らが何をする気か、知ってて君は協力しているのか。彼らは誰も助けられはしない。信じるな。南夏野をひどい目に遭わせたくないだろう。てめえは信じられるってのか。誰だかもわからねえのに。俺は泉十郎、別の世界から来た比べ十郎だ。別の世界？お前たちを救いに来たんだ。そのために彼女の制御キーを守ってる。いいだろう。俺が信じられなくても鍵を見たことは忘れろ。そうはいかねえ。
その鍵が世界を滅ぼすんだろう。俺に任せるなら悪いようにはしない。だが南夏乃の鍵が見つかれば彼女がただで済むと思うか。確かに俺を拉致って脳みそいじる奴らだ。南も同じ目に遭うかもしれねえ。東雲涼子のように壊されるか、命を奪われる。彼らは南夏乃を生贄にするだろう。よく考えろ。報告しろ。見つけたのか。いや、君が見ている駅を解析した。それは視覚化されたデータベースだ。君の記憶と混ざって関係ない登場人物もいるが、D コードにアクセスした者がそこに現れているはずだ。見つけ出したらそいつをどうするんだ。決まっているだろ。 D の出現を阻止する。命令書を操作し D を制御するんだ。それが不可能なら制御キーを破壊する。安心しろ、君は解放するよ。そうか。言い忘れていたが、この操作を続けるのは君の脳に負担が大きい。早く見つけないと君も危険だぞ。いいか、ホームに現れる人物を注意深く調べろ。もう一度だ。どうすりゃいいんだ。なんだけどさ、よく考えた方が。どうしたの？どうすりゃいいんだ。鍵を見つけたってのに。沖野に教えれば南が。てめえをこんなとこ何逃げてんだこら。くれ。もうやめなさい。女に助けられてやがる。どけ。いいか、もう二度と二学校は数だけのチンピラだとかほざくんじゃねえぞ。行こうぜ。思い出した、この場所あの日の記憶なんだ。大丈夫？キサラギと喧嘩別れしたあの日の場面の。もしもあと数分でこの世界が終わるとしたら、おめえは…え、やぶっ…そ…あんたと言おうか…喧嘩なんかくだらないことだし、あんな連中気にすることないわよ。くそ、もう5時20分。3本目の電車も出た後だ。ここにも奴が現れる。時間を無駄にしちまった。しくじった。報告しろ。見つけられないようだな。戻せよ、もう一度だろう。
助かりたければ真面目にやれ。分かってるよ。確かに言うとよく。どうした？どうすりゃいいん？鍵を見つけた沖野に。てめえ王がこんなところ。俺が二河口の陰口なんてせこい真似するか。文句がありゃ直接ぶっ飛ばすんだと。それが本当なら殴らせてやる。その代わり教えろよ、その噂誰から聞いたか。それは。おい誰だ。そりゃテルボーが。違うぜ、お前が聞いたって。俺じゃねえ。分かったら教えてくれ。ねえ、無視しないでくれる？やっぱり沖野はいねえか。最初の電車には冬坂と。雰囲気が元のクラブに戻ったな。でもいいところであったよ。尾形君に渡してくれって頼まれてたんだ。確かに渡したよ。誰からだ？泉って人。17時12分発つつじ行き区間快速1車両目。あの野郎何のつもりだ。17時12分発は如月が乗る3本目の電車だ。1車両目ホームの向こうの端に止まる車両だよな。17時12。あの野郎17時。どうしたのよ。私なんか気に障ること言った？電車に東雲涼子。東雲先輩じゃないですか。大丈夫ですか？行かなくちゃ。なんか電車来たしもう行くけど。おめえは C 組の。おい聞いてんのか？たく、今回も電車に乗りゃなんかあるってのか。戻っちまった。あ、なんか出た。まさかお前がやったのか？南と同じクラスのお前も沖野の仲間か。沖野
じゃあなんでそこにいるんだ。尾形年次を助けるよう言われてきた。マジか、助かった。尾形年次はここにいるのに、なんであなたが画面に映ってるの。俺の頭の中が映ってんだ。じゃああなたの頭のこれ外せばいいの。いやそれはまずい、起きられなくなるとか言ってた。だよ、じゃあ警察に通報してくれ。表沙汰にするなって言われてる。じゃあ電話してそいつに頼んでくれ。猫だから無理。猫？この世界を滅びから救いに来た猫。意味がわからねえ。そこに電源ボタンとかねえか。ないわね。他に何があるんだ。再探索ってボタン。それを押すなよ、多分駅に戻っちまう。制限の項目というのがある。それだ、その制限外せないか。やってみる。どうだ。今調べてる。さっきの滅ぶってのは怪獣が来るってことか。そうよ。駅で起きたことが本当になるんだな。戦えるとしたら戦う。当たり前だ。じゃあ魔法をかけてあげる。なんだこれは、ロボット。あ、制限解除できたみたい。マジか。よし、じゃあいいぞ、次は再探索をしてくれ。